はい、今回はですね、ワークマンで売っている、商品を紹介したいと思います。まず紹介するのが、もう上下セットで購入したんですけども、こちらですね。イージス360リフレクト、防水防寒ストロングパンツ。これと、あと上がこっち、これですね。イージス360リフレクトストロングジャケット、これの上下セットを購入しました。なんで購入したかというと、なんで購入したかっていうか、まああったかそうだから購入したんですけど、なんかですね、これ耐水圧が、1万5000ミリっていうものかな、あるらしくて、まあなんだろう、雨が降っていてもおそらく中に浸水しない作りになっているんじゃないかなっていうふうに思います。で、今日ちょっとね、これから雨が降りそうなので、実際にデリバリーの仕事してるんですけど、仕事をしながらちょっとそれも検証していきたいと思ってます。で、とりあえずですね、着た感触的にはかなりあったかいです。もう部屋にいると、もう今日だともう暑いぐらいですね。あとは、まあちょっと外に出てどのぐらい水を弾くのかと、中に水が入らないのか、そこら辺をちょっと見ていきたいと思います。で、一応簡単に、まあ、構造を紹介していくと、すごいちゃんとできてるというか、なかなかすごい構造になっていて、まあこういうとこからこういうところもそうなんですけど、ゴム素材になってて、まあ空気が多分、寒い空気が中に入らないような、ちょっと構造になってる感じです。で、こういう先端のところも、まあバチッとこう締められるので、もう風が入らないと。それと、まあここにチャックがついてます。で、チャックがついてるんですけど、やっぱりこれ水が、どうしてもチャックっていうか、ポケットがあると水が雨の日入っちゃうと思うんですけど、それもなんつうんだろうな、こう水が入らないような構造になってます。あとこっちもそうですね。こっちも水が入らないような構造になってます。で、ポケットが2つあります。で、その他ですね、ここがなかなか構造的によくできていて、まあ、マジックテープでこう止まるようになってるんですけど、まず外側に1個チャックがあります。あ、違う、そうだな、外側に1個チャックがあって、さらに内側にもチャックがあると、このように二重構造になってます。で、中は外れんのかな。ちょっと行き当たりばったりに説明してますけど、まあ裏地が外れるとかそういうのはないですね。あとフード、このフード部分もボタンで簡単に外れるようになってます。で、今日ちょっとフードは別に使わないんで外しちゃおう。まあ、雨の降ってる日なんて、まあ、ここで閉めて、こう、ゴムが入ってるんですけど、閉めて水が入らないようにしてもいいかもしれないです。で、次、ズボン。はい、ズボンはこんな感じです。ポケットはここにあります。で、このポケットは、あれですね、チャックの構造じゃないので、まあ、水入りますね、おそらく。ただ、中の生地も、まあ、水を多分弾くというか、入らないような生地になってると思うので、浸水はしないんだと思います。で、その他、ここにポケットがあります。で、ケツ、後ろ側は、ポケットがない構造です。まあ、そんな感じですかね、紹介すると。あと、ここ。あ、そうだ。あと、すごいのが、
まあベルトももちろん入るんですけど、ここでウエストの調整ができるようにもなってます。でここはパチパチで止まってて、ここビリ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 っていうかビリビリも使えるようになってます。でさらに一応チャックもあるので、チャックを閉めてビリビリやって、で最後にパチっていう風にこういう風に止めることもできます。じゃああとは実際に外で着てみて、どのぐらい暖かいのかと、おそらくね風、ちょっとバイクで仕事してくるんですけど、風も通しにくい構造になってると思うんですね。であと水がどのぐらい弾いてくれるか、そこら辺ですね。そこら辺を確かめながら、あと暖かさどのぐらい暖かいか、ちょっとレビューしていきたいと思います。はい、で全体的なシルエットはこのようになってます。自分の身長が168センチの、体重がちょっと太りすぎちゃったんで69あります。が足は割と短いです。また下が68ぐらいだったかな、70ないぐらいです。で下は M サイズ、これ M サイズ購入してます。で上が L サイズですね。でまあこれのジャケットの下に、まあ、トレーナーとか着たかったので、上はちょっと大きめのサイズにしました。まあ、M サイズでも自分の、まあ、身長体重でも全然余裕だったんですけど、一応少し大きめ、一つサイズを大きめのにしたかっています。全体のシルエットはこんな感じです。で色は一応3色あって、4色だったかな、レザーも合わせるとおそらく4色あります。まあそこら辺は公式サイト、ワークマンの公式サイトでちょっと見てもらえればいいかなと思います。とりあえず家で来た、まあ第一印象としてはあったかくていい感じです。はい、ということでですね、1キロぐらいね今走ってみたんですけど、ほんと風は入らないですね。風はまあなんつうんだろうな、体に感じない。風の冷たさは上下とも風の冷たさは感じないですね。で今の気温がまあ12度か、それ今の気温が12度くらいです。ほとんど風の冷たさは感じないですね。まあ、寒いとこといえば、まあ、顔、ほっぺたとか、まあ、あと手がちょっと寒い、それぐらいです。まあ、顔はジェットヘルなんで、まあ、フルフェイスとかじゃないんで、もう寒いのは分かってたんですけど、とりあえずもう風は通さないですね。風通さないし、あったかい。マジでこれはすごい。一応本日雨予報なんで、ちょっと雨が降ってきたらどんな感じなのかちょっとレビューしたいんですけど、でも本当快適っすね。これはいいわ。あんまりなんか風をまあ通してる感じがない、体を通してる感じがないっていうのがいいとこっすかね。